で、アフリカのね、西アフリカのガーナ、首都がアクア、ここにたどり着くわけでございます。初めてのアフリカ自体はモロッコに行ったことがありますね。2回目のアフリカで、西アフリカガーナのアクアにたどり着けましたよ。こんな感じですね。元の文章が見つかったので、ちょっと読んでみましょうかね。今日僕の気持ち変えたこの曲、プリムソンヒル、アフリカガーナアクラより、シャギャスのね、歌ですね。これと旅の感じをネットに上げたんですね。今回はこの書き込み、ローマ字でアフリカガーナアクアよりお伝えいたします。原稿作成3月31日22時、次の日のネットショップでアップする予定。今回は音楽には人の気持ちを変える力がある。そこで今日僕の気持ちを変えた一曲と、今している、まあ長い旅を紹介いたします。ということで、西アフリカガーナアクアに今来ております。今来ております。昨日の朝、オランダアムステルダムの空港に移動して、14時15分発の飛行機に乗って6時間、時差は日本時間マイナス9時間で、19時ぐらいにガーナアクアの空港に着きましたと。飛行機からより飛行機から夜のアクアの街明かりを見たとき、ここにも世界と変わらない、ここも世界と変わらない街があるんだと実感しました。当たり前のことだけれど、日本にいるとこの辺はもっと田舎のイメージがするけれど、それは先入観であることがわかる。なんだろうこれ。
入国はすぐにできた。でも大変だったのはお金の理解。新しい通貨に変わったみたいだね、ガーナがね。GHS が、ガイドブックに書いてなくて戸惑った。1GHS イコール大体100円。空港で 7GHS で焼きそば、700円ぐらいで焼きそばみたいなものを食べて、 7GHS でタクシーで宿に向かった。でも満室で夜の街を歩いて宿を探した。空港からカニ刺されないように長袖を着てきた。汗でびしょびしょになった。マラリアの人はみんな半袖で、マラリアの人はみんな半袖だ。周りの人はみんな半袖だ。都会ではマラリアにはならないとみんなが言うと。9時くらいの街、結構人が見て、旅の概要を説明しましょうかね。よちつまの西アフリカ、南アフリカ旅。2009年の8月ぐらいに行った旅ですね。まあ、ヨーロッパのオランダのアムステルダムの近くの飛行機で、西アフリカのね、ガーナにたどり着いてからの紹介ですね。ガーナの首都はアクアといって、グレーターアクア州っていう州があるんですね。その中にアクア首都圏というのがあって、その中にアクアがありますね。で、そこからバスに乗って、セントラル州っていうところがあって、その中にケープコーストというところがありますね。そして、ここから内陸北上の方に北上してですね、アシャンティ州の中にクマシーというところがあります。鉄道の駅なんかもね、あったところですね。そこからまたバスに乗って、ボノイーストリージョンっていうところを通り過ぎていくんですけど、
ちょっとここら辺不明な点があって一つ抜けてまして、バス自体はタマレンまで行きますね。北部ノースト州かな、ノースター州っていうところにあるタマレンに向かいますね。ここもガーナでございます。そしてアッパーイースト、アッパーイースト、北の東北東部っていう意味だと思いますけどね。ボルガタンガという場所に行きます。そしてここからはワゴンタクシーみたいな乗り合いのちっちゃいバスに乗って、ですね、ここがですね、ブルキナソファに入っていくんですね。ブルキナソファの一番最初の州がサントルスットという州。ナウーリっていうところを通り抜けて、そしてズンドウェオ号、バーゼがガリオ号、ガーレオ号、ウブリトンガ、サンマトンガ、ナモントンガ、セノ、途中からこれサントルというところを通っていくのかな。ちゃう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 、間違えてる。ブルキナソファのサントル、まあセントラルっていう意味だと思うんだけどね。サントラル州の中に首都のワガドゥーグ、僕と当時旅した時はね、オウアガドウゴウってね、ちゃんとローマ字読みで発音してたと思いますけども。そこでな、1泊かな、2泊したかな。そしてバスに乗って、プラトサントラルの中にあるウブリトンガ、そしてサントルノールに入ってサンマトンガ、ナモントンガ、そしてサヘル地方、サヘル地方の中にドリという町があって、そこで泊まったということですね。本当はね、ここから直接お隣のね、ニジェールっていう国に行きたかったんだけど、それができなかったので、一旦首都に戻りますね。来た道を戻って、サントルノールのナモントンガ、サンマトンガを通ってプラトサントラルのウブリトンガを通ってサントル、首都の、じゃないな、サントル、首都の中にカリオゴっていうのところがあるんだ。サントラルの中にカリオゴっていうのがあって、その中に首都のワガルーグがあります。ここへまた止まってから別の方向に行くバスに乗って、プラトサントラル、ここも通ってきたところなんだけど、その中にあるウブリトンガ、ここのウブリトンガは一緒ですね。で、ここは初めて行くところのガンズルグーっていうところを通って、そして中東部、セントラルイースト、セントロイースト、クリトンガもなんか通ったような気がするけど違うのかな。まあいいや、
クリートンガ。クリートンガを通って、そしてニジェール。ニジェールという国に入っていきます。ニジェールのティラベリー、ティラベリーというところを通って、そして首都のメアニー、メアニーの中にあるメアニーにたどり着くということですね。そして、メアニーから方向を南の方に向けて、ティラベリーというところを通って、そしてドーソ、ドーソというところを通って、今度このベナンというところに入っていきます。ベナンのアリボリ、マランビルというところで止まりましたね。で、次の日かな、またバスに乗ってボルグというところにあるパクラーというところに泊まりましたね。そしてまたバスに乗ってコリネス県デパルメントでコリネス九十コリネスっていうところを通ってツーっていうところを通ってアトランティックアトランティックアトランティック、まあ、大西洋みたいな意味があるのかな。アトランティックを通り過ぎて沿岸帯リトラルリトラル県リトラル県にあるコヌト コトヌ首都ではないんだよね。首都はねこのねもっと東の方にはあるらしいんですけど、この時は首都だと思ってたかもしれないな、間違えて。ここに泊まってですね、で、ここからまた海岸線沿いに西に向かってアトランティックっていうところをね通っていって、ここからね東郷ね東郷東郷の海岸州のメロっていうところに泊まったんですね。でバスに乗ってアゴっていうところを通り抜けて、そしてパリメ、クロトっていうところの中にあるパリメに行きましたね。ここで一回泊まって、で次はガーナ。バス、小さいバスだったかな。ガーナの中にあるボルター、ボルターっていうところにあるホーっていうところに泊まったんですね。で、泊まってから、首都のアクアに戻っていくという。アクアはグレータアクア州ね。グレータ、まあグレートアクアっていう意味なのかな。わかんないけど。アクアに行くと。アクアの空港、コトカ国際空港から飛行機乗って、南アフリカのヨハネスブルク国際空港まで飛んでいく。ハウテンっていうところに、ハウテンの中にあるヨハネスブルク。で、ヨハネスブルクで泊まってないかな、わかんない、忘れちゃったな。で、列車に乗るんですね。列車に乗って、ブルームフォンティン。ブルームフォンティンっていうのは、フリースライト州、自由州の中にあります。ブルームフォンティン州ね。で、ここで泊まって、次の日はバスに乗ってですね、北ケープ州を通り抜けて、西ケープ州の中にあるケープタウン、有名な町ですね。希望峰のところにあるケープタウンに行って泊まりましたね。で、南海岸沿いにバスに乗って、ここも、西ケープ州。西ケープ州の中にあるクニスナーというところで泊まって、そして東ケープ州の中にある、ポートエリザベスっていうところ、これはまた泊まったんですね、バスで移動して。
で、次の日、またバスで移動してダーバンがあるところがクワズールナタール、クワズールナタール州の中のダーバン。そしてヨハネスブルクにバスで戻ってきて、空港から飛行機に乗って、いきなりもう香港、アフリカから香港、ここ何も書いてないな。一応ね、香港は中華人民共和国、中華人民共和国香港特別行政区、香港。そして飛行機に止まってから、成田に帰っていくというね、そんな感じですね。